皆さんこんにちは、大堀一二三でございますけれどもね、最近はですね、ギターに関する、講座云々の動画を、やることがね非常に多いという感じもあるんですけれども、前回前々回と、ずっと3回にわたって出してきたロックのフレーズが第1回目から、やたら好評でね、本当にたくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。教えているとかなんとかっていうつもりもないんですけども、なんかね見てくださっても大丈夫です。でそんな中でね、そこにあったコメントの中で結構 MT3257 さんっていう方からね来てまして、ポップスの中でなんかさりげなく入れるフレーズってありますかみたいなことなんですけど、本当はいろんなその音楽を見たり聞いたりしてこれって見つけていっているんですね。例えば僕の場合って、しかもあんまりね意識してないというか、そこまで例えば考え方とかなんとかっていうことはないんですね。なんかいつの間にかこう染み付いちゃってたみたいなことなんですね。僕らの尊敬するミュージシャンの方々も結構使われているフレーズを2つかな、今回は。ベースになるものですけどね、もちろん紹介しようと思うんだけど、本当はねあんまり教えたくはないんですけど、ただせっかくなんでね、これを覚えとくと、ちょっとかっこいいなみたいなフレーズを皆さんに教えていこうかなと思います。ちょっと今ポッと思い浮かんだものをもうちょっとさっとやっていこうかな、この生ギターでねやっていこうかと思うんですが、やっぱりね、ここで味があるその弾き方っていうのがいっぱいあるわけでしてね、フィンガーピッキングにしても、こういう普通のピックを使うのにしてもいろいろあるんですけど、極端な話を言えば、例えばこうっていうのがあるとすると、例えばこういうなんていうこうハンマーリングを入れてみたりとか、プリングを入れてみたりとかすると、全然またそこでもまたこう聴き方が違ってくるんですよ。だからちょこっと変えるだけでも違ってくるんだけど、各位僕もねやっぱいろんなミュージシャンに影響を受けてきたし、でそういった意味で、これいいなと思えばね取り入れてみたりなんたり、そしてまた自分流に何かこういつの間にか自分流の手癖となってきたみたいなこともいっぱいあるんですけど、例えばフレーズ1として、今回じゃあ取り上げる一つの第一目のフレーズとしてはこういうのがあるの。これはねいろんな人が結構やってる。で、例えばこういう Em から Am 行って G 行って B7 っていう流れがあったとして、この Em と Am の間に例えば少しさっきのフレーズを挿入するってやり方があって、例えばこうやってね、っていうこれだけでも全然違うでしょ、ほら。ちょっと今いろいろハンマリングも入れたりしちゃったけど、これねっていう、これはねいろいろ出てくるんですよ。でこれはね、ざっくり言うならば、この3弦の2フレットからスライドさせて、そしてさらに人差し指で2弦の3フレットを押さえて、またこの、中指をまた2フレットに戻して三弦解放っていうやり方なんですけど、じゃあ左手だけじゃあちょっと見ていってみましょうか。はい、映ってますでしょうかね。さっき言いましたけど Em からね Am 行って G 行って B7 というのがあったとしましょうと。でそんな流れで、例えば Em と Am の中にこのっていうのを入れるとかね、これどうなってるかというと、さっきも言ったけど、まずはこの Em が終わって中指を移すわけよ。2フレットに持ってきとくんだね。で、3弦2フレットからこう3弦4フレットまで持ってきといて、で2弦の3フレットを今度人差し指で押さえるっていうね、これでっていくわけね。こうやって実はね G のねバレエコードの一部なんですよ。でこれだからね Em 系列と似てるところもあるので、でこう言ってなるわけね。でそしてまた今度は人差し指を離して、この4フレット3弦の4フレットあったところを2フレットにまた戻すんですよ、中指をね。そして今度は3弦解放っていうね、これでこれ難しくないよ、これ結構簡単、これを入れるだけでもちょっと違ってくる。
全然違うでしょって行く前にで、できるだけねこの押さえたところを強調させて弾いた方がいいかもしれないけど、っていう感じでね、これいろいろと応用できるからね。で、じゃあこれ左手でね見ていくとどうなるかっていうと、こうなってるわけとなってますけど、いきますよ。みたいなね。こうなってるわけ。これ面白いでしょ。となってるわけね。で、まあさっきのやつ右手の動きでどうなってるかというと、こうなってる。普通のストロークなんだけど、3弦と2弦がね、ここね、ここでちょっとねちゃんとメロディーと一緒なんで弾いてあげることが大事ですよね。これはね、結構ね、まあ、2弦3弦を中心にこう弾くって感じで、だから基本的にストロークっぽい感じと見てくれればそれでいいかなって感じですよね。Em だから Em の中に今ちょっとだけフレーズ入れただけでちょっと全然違うでしょ。この人差し指の動きがよく見えてるかもしれないね。っていうような感じになるでしょ。全然違うでしょ、このというふうになるわけですよね。面白いでしょ、このっていう、これだけでも全然違うってことなのね。よく分かったでしょ、今の動きでね。うん、という風になるわけですね。はい、となってるわけね。なってますけど、こういう感じでね。という感じになってみたりとかね。みたいな感じでね、アクセントがつくんだよな。 Em から普通に Am に行くというよりかはという感じで全然違ってくるでしょ。これね、結構面白いんですよ。ということでですね、皆さん、まあ面白い感じのやつね、ちょっとだけこう入れると違うよって話をしましたけれども、本当はまだいっぱいあるんですよ。フラットピックだけで見せるやつでもこういうとかって、まあいっぱいあるんですけど、あのリクエストしてくださった方は本当にこれどうでしたでしょうかね。リクエストした人に限らずですね、いろんな方々がまた見ていただけるとありがたいなと思うんですが、まあとりあえずですね、これはね、あのどっちかっていうと、さっきも言ったけど、本当にあのいろいろ見たり聞いたりしてて、いろいろこう見つけてきてるから、ギターって答えがないから、やっぱりいろんなものを見て聞いてそのやるっていうことを、まあ絶対やっぱこれは忘れないでもらいたいね。見つけてみたり
で、あ、探してこれいいなと思ったり、でそれを元にいろいろ膨らましていったりとかしてて、で膨らましていくとなんかいろいろ面白くなってくるんで、例えばあのっていうやり方もあったですね。まあいろんなやり方があるんだよ。これ一つ取っても実はね、いろんなリズムで違ってきたりするので、とかね、っていうのがあったりすると、例えばという突っ込んでみたりとかね、とかってこうやってみたりするっていう場合もあるし、でこれ一つ取っても。確かにやり方はこうスライドして押さえてっていうこういうのが基本になってるけど、いろいろリズム変えていくと、あ、面白いなってことになってくる。このフレーズを一つ取るっていうことだけにとどまってしかない。だからこそやっぱあのいろんな楽曲を聴くってことが実は大事なんだよね。今例をやってみたけれども、いろんなリズムがあってこそ例えばこういうフレーズが入るのであって、決してこの一つだけじゃないんだよね。だからそれはね、分かってもらいたいね。だからこそ、いろんな音楽を聴き、そしてまたいろんなライブ映像なり何なりを見たりして、そこでやっぱ学んでほしいっていうのが実はあるんです。まあちょっと次回ぐらいまでやってみようか。まあ一つ、これは面白いなと思ってくれればいいし、そしてまたさらにいろんな音楽を聴こうとかなんとかっていうことに対するまた意欲もね、高まってもらえると嬉しいなと、まあそんな風に思います。まあということで、じゃあまた次回お会いしましょう。大堀一二三でした。ではさよなら、バイバイ。